道の駅もち米の里なよろは、北海道なよろ市にある国道40号の道の駅である。なよろんもち米を使った大福やおはぎといった、地元特産のもち米を使った商品が豊富に揃っていることなどが評価され、2009年の北海道ジャランの道の駅満足度ランキングで総合にとなったほか、2012年の北海道ジャランの読者1059人を対象にした、 道内の行って良かった道の駅ランキングで1位となっている。地元のコミュニティ放送 FM なよろが2008年4月17日から施設内にサテライトスタジオを設置し、毎週月曜日に道の駅からこんにちはの生放送を行っている。AB なよろの情報ここから道の駅もち米の里開業北海道新聞道の駅 なよろ満足度道内1位、ジャランランキング特産もち米商品好評。北海道新聞。AB、道内、道の駅満足度、なよろ総合2位、ジャランランキング豊富な特産品が評価4位には、県部地。北海道新聞。地域経済、良かった道の駅ランキング1位、なよろ食品が充実。北海道新聞。 道の駅にスタジオエアーテッシュ新設一部番組17日放送開始なよろ北海道新聞なよろ初地域のラジオエアーテッシュ78.8メガヘルツ FM なよろ2014年10月29日閲覧ありがとうございます